は山田マリアです。今回はですね、大人気 YouTuber のミランダ母ちゃんとのコラボ動画になります。早速お呼びします。ミランダ母ちゃん、はい、こんにちは、ミランダ母ちゃんです。今回はミランダ母ちゃんの方で前編、はい、そして私の方で後編ということでね、はい、コラボ動画になります。嬉しい、ありがとうございます。だって嬉しいのは私のバイブルご覧ください。やばい、すいません、ありがとうございます。ミランダ母ちゃんのですね、こちらの書籍がもう大人気でして、母ちゃんって YouTube を58の時に始められて、うん、そう、その前はブロガーだったんですよね。そうなんですよ。そう、そのブログが大人気で月間200万 PV、 そうで、そこから YouTube デビューされて、ね、今もその YouTube がすごい登録者数ですよね。そうですね、おかげさまで10万人ちょっとです、ね、すごいです。ご自身のブランドもね、ジャストジョイ、そう、ジャストジョイって大人女性向けのブランドを立ち上げて、去年からやらせていただいてます。今日はですね、ちょっと母ちゃんと贅沢にもですね、さらにお買い物に行きます。できちゃった。はい、で、あ、母ちゃん、飛ぶとこからお願いします。はい、はい、行きます。さらにお買い物に行きます。まずは行きます。母ちゃん行こう。せーの、えいや、そのままだと思ってせーの、ただいまー、できましたすごい、こんなちょっと大人買いしてしまいました、ね、買いましたね。でも全部似合いそうな感じのマリアちゃんにぴったりのお洋服が見つかりましたので、これから皆さんに見ていただきましょう。お楽しみに。今回コラボ動画で、あのお母ちゃんの方はですね、私のこの体型をちょっと胸がなんか無駄に目立って、ちょっとなんか太って見えるのが嫌だっていうところをカバーしてスッキリさせて変身させてもらったんですね。でも実は上半身だけじゃなくて、私ね、こうこの昔からしっかりしすぎて、安産型っていうんですかね、太ももも太いし、この辺すっきりしたいんだけど、ね、足し算引き算がもうひっちゃかめっちゃかになっちゃって、そう、今足し算引き算って言ってくださったんだけど、結構出すところはバン出して、うん、出さないところはがっつり閉じる、強弱をつけていただくといいかなと思います。でもね、マリアちゃんね、今年のトレンドって肌見せ。肌見せなの？そうなの。なんかね、あの来年のコレクションとか見てもものすごいミニで、ガーンここ開けて、でもそれが自分の体をあるがままに美しく見せようみたいな。だからウィンウィンにこう、ここも隠そう、あそこも隠そうじゃなくって、出すところバーン出してみたいな。いいですか。なるほど、うん、じゃあちょっとあのお願いします。はい、母ちゃんがおすすめさせていただいたのが、じゃじゃん、ショーパン用。子供っぽくならないんですかって思うじゃないですか、うん、なので上半身はこういう重めのニットをガーン着ていただいて、ボトムスはキュッと引き締めて、うわー、これで割と小柄さんが似合うコーディネートなんですよ。153センチ。今もうこれからブーツの季節でしょ、うん、だから足全出しだとちょっと抵抗あるかもしれないんだけど、丈がある程度長いブーツ履いていただいちゃえば、全然こう生々しく見えない。ちょっと見てみて、うん、はい、行ってきます。いってらっしゃい。キニとかで形がもろ見えよりは、そうだったら出しちゃった方がすっきり見える。確かに、うん、あと年取ると膝が下がるとか言うじゃないですかもしね、うん、この膝を出すのが抵抗があるからだったら、マリアちゃんが思ってたリハグッズ、はい、そう、これあ、ね、あの今度は肌見せの分量がより少なくなったので、うん、上品な感じで着てもらえます。あらら、あらららら、ら、あ、嬉しい。あ、バッグ？そう、茶系で全部まとめて、そうそうそう、でもプリントが入ってるので単色のものよりも重くないし、うん、でニットにボリュームがあるじゃない、うん、だからバッグはできるだけ思い切ってちっちゃくしていただくといいかなと。ああ、やっぱり小柄な方は上半身にポイントを持ってきていただくっていうのがコツなので、この辺の編み地の切り替えとそれにポイントがあると、もうここに目が行くじゃないですか、はい、だからこれが一番バランスが良くなるんじゃないかなと思います。すごいです。
劇的になんか新境地に連れてってくれた。本当にラトカちゃんさすがでございます。さあでは続いては、はい、今はねこうザラで買ってきたものを全身着ていただいたんだけど、はい、今度は、はいはいはい、ね、手持ちのものもランクアップしていただこうかなと思っています。嬉しいです。すごいよね、やっぱり普段ガラガラ洗濯機で洗えるかな。そうなんですよ、ね、便利ですよね。便利便利、ね、ただまあこれだけだと本当に公園ママ、そうですね、なっちゃうから、お手持ちのこの T シャツとそれからこの辺の何かを使ってモンワンコーデ作ってみたいかなと思います、で、なんか2に持ってらっしゃるから、これとかどうですか。これ、そうだけど1回も履いてないんですよ。難しくて組み合わせが本当に、まあ、これとこれだとまあ夏コーデみたいな感じが寒々しいですよね、ちょっと。そうですよね、でそういう時はですね、こんな感じの長いシャツをバサッと羽織っていただくコーデはいかがでしょうか。出したら隠す、おー、ね、さっきと同じバランスでちょっとコーディネートしてみたいと思います。はい、ちょっと着てみましょうか。はい、じゃーん、いかがですか。すごい、かわいいって、かわいいって言っちゃっていいですか。かわいいって言っちゃって、もう素敵、これも大好きなスタイルになりました。なんかね、これシャツがないと割と露出気味、これ、そうそうそう、こんな感じなんて、ね、そうですよね、全部隠すんじゃなくて足は出してもらう、トップスはちょっともう長いシャツで隠しちゃいましょう。このもう隠すのと出すのとバランスさえ取れば、もう全然見に行けちゃう。袖とかちょっとでも長いのどうしたらいいですか。袖はね、可能な範囲にまくっていただいて、やっぱり手首見せると、そうなの、足首隠してるじゃない。あ、なるほど、だから手首を見せるとこのバランス、なるほど、腰と引きみたいな、少しだけ手首を軽く羽織る感じで、ね、前止めてもいいんだけど、でもせっかくのこのブレーゾーンを見せて他の前でショットしてもいいじゃないですか。のがいいですね、でもいつもね、なんかこう V ラインのここをなんかちょっと寂しいなと思うんですよ。なんかマリちゃんこれを持ってるしかいね、これ難しいんですよ、バランスが。いつもどうやってるの。いつもはもう、まあ、普通にしたらこうですよね。これでも素敵なんだけど、うん、ちょっと付け方変えてみていいですか。そうです、これここにフックがついてますでしょ。あ、こういう感じで V ゾーンに縦ライン作っていただく。本当だ、うん、そうするとここに丸いものが来るよりも股間周りがシュッて見える。ここもアイライン、アイラインにアイライン、すごい。この時はだからピアスは取っていただいて、 あるいはこっち手首周りにつけてもらう。全然違いますね。ね、そうですね。だからこれあの2色楽しめるっていうか、ね、2通りに楽しんでいただけるアクセサリーだと思いますが、どんどん使ってください。すべてが生き返る。すごいです。いう感じでどうでしょう。なんか自分のコンプレックス全部カバーしてくれました。そしていいところも活かしていただいて。そうですね。すごい分かりやすかったですよね。ミラノ母ちゃんの YouTube がたくさんの方に愛されてるの分かりますよ。そういうことって学校でも習わないし、だからちょっとでもそういうお手伝いできたらいいななんて、今日なんかすごいお手伝いできて嬉しかったです。そしてめっちゃ可愛く来てくださったので、母ちゃんでもなんかコーディネート料理につきますけど、本当になんかこれから先の自分の未来がなんかこう開けた感じ、まだもっともっと服楽しむためにあれも頑張ろう、ダイエットも頑張ろうとか、でいろんなことを前向きに考えられるようになったんで、それがやっぱりミランダ母ちゃんのすごさです。でも楽しんでください。もう楽しむのはこれからだと思う。そうですね、うん、私の YouTube ラブマイセルフもそういうことで、これからの人生を味わい尽くすための覚悟を決めて始めたので、そのコンセプト好き、いや嬉しい、素敵だと思う、ぴったり、うん、ね、嬉しいです。でここでもう軌道修正できたんで、これから先私ガンガンいきますんで、皆さんあの今後もお付き合いよろしくお願いします。ということで本日のゲストはミランダ母ちゃんでした。ありがとうございました。全編も見てね。ねえ、母ちゃんこれさ、うん、これもロングカーデかな、黒の。うん、それで
もいいんだけど、うん、ちょっとかっこいいもの合わせてみてもいいかも。ああ、これどう？ちょっとライダースとか、うん、割とちょっとクールめな感じ。これがすごくフェミニンで女性らしいじゃないですか。合うこれ。ああ。で、ブーツで足元引き締めてもらって。え、母ちゃん何そこ折っていいの？うん、折って。すごい。そうそうそう。手首見せ。いや、いつも。うん、身長も低いけど腕も短くて、うん、なんか絶対ここら辺がなんかもたつくんですよ、うん、いつも。折ればいいのか。そうそうそう。これの垂らし具合とかもわかんない。たらんで。たらんでいいんだ。ギュってやるとちょっとマシっぽいじゃん。たらんと開けていただいた方が。ショート丈でもここ愛になりますね。なるなる。そう、だからカーディガンよりもこっちの方がちょっとモード系で、お姉さんっぽい感じ。かっこいい感じ。すごい生まれ変わった。嬉しい。ちょっとこれはクールマリアちゃん。でもスリースタイルが全部違って面白かった。面白かった、ね。うん、全部違う魅力なんだけど、でも全部マリアちゃんと集まった感じで、なんか見せ方いろいろあった方が人と楽しかった。私はこれだけって思わない。本当なんか自分スタイル確立したいと思って母ちゃんにお願いしますって言ってたけど、なんか自分のコンプレックスが全部こうプラスになって、そうそうそう、うん、あの愛せるようになったね。本当ラブマイセルフです。ですね。すごい。来た来た、ラブマイセルフ来た。嬉しい。ありがとうございます。ご機嫌。嬉しい。